こんにちは、トリカラチャンネルです。学研のカブトエビ飼育。孵化から推定、23日目のカブトエビちゃん。緑のもにょもにょの効果でしょうか。とても長生きしてくれてますね。嬉しい限りでございます。そして、緑すぎてやばい。恐ろしく、緑です。クレソンが茎をしっかり伸ばしてます。水栽培状態ですな。水槽内の飼育水はクレソンの成長にとってはどうなんでしょうね。カブトエビちゃんのうんこが有機肥料になっているかも。それはありえますね。カブトエビちゃんのこの動き、ご飯ちょうだいの仕草ですね。早速あげましょう。カブトエビちゃん、お肉ですよ。食いやがれこの野郎。懐きすぎでしょ。じゃあね。お肉に夢中です。じゃあね。カブトエビって肉食傾向強いですよね。じゃあね。飼育水の部分交換は毎日行ってます。 300ml くらいでしょうか。変えてます。じゃあね。この子はどこまで長生きしてくれるでしょうか。期待と不安と両方な毎日ですね。というところで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。忘年会シーズン、Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet.